にちは。第73世竹内のすくね、竹内睦弘です。今日は百人衆第39首賛儀仁の歌を読みます。仁植木かよいうやついると思いますが、本名は源の仁です。天皇のね子孫です。まあ、この歌は恋の歌です。読んでいただきます。読んでみましょう。はい、これは39首賛儀仁。新しい風のおのの篠原篠ブレードあまりてなどか人の恋しき。朝日っていうのは小さな芽にあたるものですが、これが生えてるところで読んだ歌です。やはりこれは気持ち溢れてます。もうお分かりだと思うんですが、シノブレドっていうんで内緒に恋をしてます。でも余り手なんです。忍べれてるけど余り手ってもうバレバレってことですよ。皆さんバレバレや。私も、女の子好きになった時バレバレです。相手にもバレバレ、周りにもバレバレってこと多々あります。バレバレです。で人の恋しき会いたいっていう歌ですね。そういう歌です。これ実は同じような歌がありまして、古今和歌集の本歌取りです。上の句はまんま取ってます。だけどこれを下の句でどう変えたかというと、畳み込む恋心、畳み込む恋心、あまりてあまりて好き好きたまらない人の恋しきあまりて、もう忍んでたけどもう好きすぎて余っちゃったんでバレちゃったって話ですよ。わかります。ちなみにこれを秀歌としたのは後鳥羽院と定家です。謎なのは後鳥羽院がこれを秀歌にしたことです。定家はわかりますよ、忍ぶ恋の人ですから。後鳥羽院は誰を忍んで好きだったんでしょうね。僕そっちの方が興味がありますよ。私はそう思います。しかし賛儀仁はもう余りてって水が溢れるように余りて恋が余りて忍んだつもりなんだけど余りちゃって、もうその人はそれぐらい好きだと言ったんですね。好きな人に好きっていうのはなかなか難しいことです。僕はあっさり言うタイプなんですが、ですが、難しいことですよね。その一言でその人との関係が潰れるかもしれない。そういったことも含めてずっと忍んでいたという賛儀仁。その人の歌を感じました。
それではまた次回。